3時のあなたに会いましょう。野田秀樹コーナーですよ。奥様こんばんは。野田秀樹の3時のあなたに会いましょうの時間です。題名からお察しの通り、深夜放送としては初めての主婦を対象とした番組です。おそらく日本中の主婦の皆さん一人残らず今頃すやすやとお眠りのことかと思いますが、だとしたら一体誰がこんな番組を聞くのでしょう。人参を千切りして人知れず台所で泣いている主婦の皆さん、亭主が帰ってくると、おいお前何やってんだ。いや今玉ねぎを切っていたばかり。それ人参だろ。私の田舎では玉ねぎって言うんです。いえ分かっています、僕には分かっています。青春をボロッと落っことしたままで夢見心地が悪いんですね。そんなあなた、どうぞその夢の枕のお供に3時のあなたに会いましょう。青春の影などと申しますが、昼間生活をしている時にふっと、ああ虚しいなぁと思った瞬間、パッと後ろを見ますと、自分の体の中にいた何かがふーっと横倒れていき、やがてそれが地面に落とす影となります。その影が時を増すごとに2センチ3センチと積もっていき、やがて影の積もったものが辺り一面を真っ暗にするわけです。人はそれを夜と呼んでいます。冬と夏とではどうしてあんなに日の暮れる時間が違うのかと、いろいろ間違った教育を受けてきたと思いますが、冬と夏とは、どちらが一般的に、その季節で虚しいと感じる時が多いかといえば、やはり、冬の方が多いようです。それで、冬に虚しいと思うたびに体から影がこぼれていき、それで冬の方が早く夜となるわけです。特に冬の夕暮れは虚しい虚しいと思うものですから、急速に夜になっていくわけです。この深夜の3時のあなたに会いましょうは、お昼の奥様番組によくあります3時のあなたとかどなたこなたそなたとかいうあのけたたましい番組が横倒れた影だと思っていただければよろしいでしょう。淡々とお送りしたいと思います。あなたのお相手は野田秀樹です。アシスタントの野田秀樹です。一人でやっています、というかやらされております。こういう檻のようなところに、入れられておりますと、実に嫌なところです。スタジオというのは、ガラスの外から、寄ってたかって、非常に僕より無能そうな人間が、非常に覗き見、されています。一人きりなんです。私困るんです。以上、お届けいたしましたのは宇野浩一郎の世界でした。宇野浩一郎と申しますと大体が、彼のあれが私のこれをそれしてああするんで、そしたら彼ったらあの連続指示代名詞で非常におなじみの人ですが、実は宇野浩一郎さんという人はなかなか文筆業者として達者な方で、そういった連続指示代名詞の小説とは思えないような小説もあります。その中で、僕が非常に気に入っているものに「甘美な牢獄」というのがありまして、これは、少年期の性の憧れを書いた小説ですが、一人の少年が、サーカスの美女に、恋をするんですが、そこからの朗読をしたいと思います。流浪の美少女に一人の少年が恋する一節です。大抵は休憩の後に天井からスルスルとブランコが下ろされ、ファンファーレと一緒に舞台にはやっと彼女が紛れもない私の片思いの恋人が颯爽と姿を見せているのです。何人かの先輩と組になり、肉色のタイツをつけぴったりと食い込み、キラキラしたキャル股をつけて弱々しい微笑を浮かべながら、サーカスの子役はみんな小鹿でなければ親元からさらわれたり金で買われたりしてきた子供たちだという伝説がまだ広く信じられていた時代でした。無論のこと、私も彼女たちが実の親元から引き離されて悲しい辛い旅をしているのだと思い込んでいた。そう考えると、
私は改めて彼女たちに激しい共感をも覚えたのです。自分は両親と一緒に暮らしてはいるが、それは夜になると怪物に変わる親たちだ。二人がいつか自分を太らせて料理して食べようと考えているのは誰も信じてはくれないけれども、自分だけが知っている真実なのだ。そうだ、きっと今の自分の両親は本当の親ではないに違いない。彼女たちが両親からサーカスに売られたように、自分も本当の親から引き離され、恐ろしい下心を隠した今の両親のところに物心つくかつかないかにもらわれてきたのに違いない。子供らしい私の想像は止めどがなかった。そしてきっと自分とあのサーカスの少女は姉弟なのだ。その証拠を彼女は密かに持っているに違いないのだ。お腹の脇に両方ともあざがあるとか、頭につむじを3つずつ持ってるとか、思い切って打ち明けてみたら、彼女も、そうよ、本当は私小さい時に別れた弟がいるはずなの、と言って可愛らしい白いお腹を出しておへその横のあざを見せてくれる。本当の姉弟ならあんたにもこれがあるはずだ、と言う。無論こちらも急いでその印を見せる。彼女は強く私を抱きしめ、もう離れないでいましょうね、この世の中に二人きりの兄弟なんだから、あなたもサーカス団に入ってこれから一緒に世界中を回るのよ、本当の両親を探して、と言ってくれる。そこで二人はさめざめと甘い涙に暮れるのだ。これがあの宇野浩一郎の世界とはとても思えないというところがありまして、あの彼のあれが私のこれをそれしてああするんで、そしたら彼ったらあのそのこれというあの連続代名詞、連続指示代名詞の、宇野浩一郎とはとても思えない、こういう素晴らしいものを書く人と比べますと、あの角川と結託して今世の中をスローな武器にしようとしているあの片岡義仲と本当比べますと雲泥の差で、もう少し悪口をついでに言っておきますと、大体があの角川というのは、ろくな人間を世の中に引っ張り出してこない、大体、脳のある人間が世の中のに、角川が引きずり出した試しがなくて、まず最初が横溝正史、これはまあ、まあまあと、でまあ次が、森村誠一で、まあそこらあたりでもう勘弁してくれと思っていたら片岡義雄、これは売れてる間だけはいいですが、まあ横溝正史あたりはまあ大体もう角川は死ぬのを待ってるんじゃないですかね。横溝正史追悼フェアとか、横溝正史三周忌フェアとか、そういったもので、あとそういった商法で来るでしょう。角川ならばやります、きっとやるでしょう。以上、青春の憤りでした。ただ青春の憤りというのは、雪に通るだけで帰りは通りません。ですから青春の憤りというのは一方通行です。若気の行ったり来たりです。だから今僕が悪口を言った人たち、僕の帰り道を襲ったりしないでください。憤らないでください、帰り道なんですから。青春の憤りは実にあっさりとしたものです。淡々と他人の悪口を言っていきたいと思います。次に音楽をお送りしたいと思います。クラシックです。まずローンレンジャーの歌、お送りいたしました曲はロッシーニ作曲、ウィリアム・ペルジョ曲、ハリウッドボールシンフォニーオーケストラ。続いてオーブン社の大学講座、なかなか出ません、何せ生放送ですからいろいろあります。お送りいたしました曲、ブラームス作曲、大学祝典序曲、作品80、ジョン・バルビローリ式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でお送りいたしました。続いては大変有名な曲です。ゴンベさんの赤ちゃん、何せ生放送です。お聞き苦しいところがあると思いますが、お見苦しいことはないと思います。
お届けいたしました曲、リパブリック参加アーサー・フィドラー式ボストンポップスオーケストラバトルヒム・オブ・ザ・リパブリックでした。最後にお届けいたします曲はジェットストリーム。お相手はジョー・タクヤでした。